ワンちゃんのブラッシングをするとき、バウアーチャンネルではこういうスリッカーブラシやコームを使ってくださいとお勧めをしてきました。でも今日は新しいブラシを2つ紹介したいと思います。今日紹介するブラシは愛犬の体に負担になりづらいブラシなんです。もちろんこのスリッカーブラシやコームも上手に使える人はそのまま使ってもらって構いません。でもお家でお手入れを悩んでいるお客様と話しているとき、こういう声が聞こえてきたんです。スリッカーブラシを見せると愛犬が逃げていってしまう、コームで体の毛を解いていると噛んでくる、飼い主さんがブラシをかけていると愛犬の皮膚が赤くなってしまう、使うのが怖い、そういう状況になってしまうと愛犬のブラッシングをするのがやりたくないと思ってしまう方もいるんじゃないでしょうか。お家でブラッシングができないと抜け毛だらけ、毛玉だらけになってしまいます。実際僕もこのスリッカーブラシを使うのが結構苦手で、愛犬の皮膚を赤くしてしまったりとか、そういったことを何度も経験があります。今日紹介するブラシを使えば赤くなってしまうということはかなり激減すると思っています。まずはこちらのパルムアニモ、こちらからですね。見た目ちょっとおしゃれな置物みたいに見えますよね。でも実際はブラシなんです。こんな感じですね。こんな感じのブラシになります。これの特徴はね、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。愛犬の皮膚に当てたとしてもうね、全然痛くないんです。もうなんていうかな、もう気持ちいいくらいですね。もちろんね、当たってる感覚はするんですけど、痛いっていう感覚はもう全然ないですね。年齢問わずに使ってほしいんですけど、特に子犬時期の最初に使うブラシとしてはぜひおすすめしたいですね。このスリッカーブラシを最初に使うときにだいぶね、刺激はあるんですよ。痛がる、嫌がってしまうっていうことがあるんですね。で、子犬時期に嫌がらせてしまうと、もうずっと嫌がってしまうということにつながってしまうんです。なので特にこのパルムアニも柔らかいので、ファーストブラシとして使っていただくのをおすすめしています。注意事項として、本当に柔らかいブラシになっているので、ちょっと毛が長いワンちゃんや毛の量が多いワンちゃんの根元までをしっかりブラッシングするというのは難しいのかなと思っています。ブラシの仕上げにはこのコームを使って必ず研いでもらう、1週間に一度はこういうスリッカーブラシを使って根元まで研いでもらう、こういう工夫が必要になると思います。使い方はもうとっても簡単です。ここがね、持ち手になるんですけど、ここをこういうように握り込むような形で持ってもらって、ワンちゃんの体に押し当てていく、もうこれだけです。そして次に紹介するブラシは、先ほどのパルムアニモよりかはちょっと固めのブラシになります。こちらのペットティーザーですね。ペットティーザー、これまずね、2種類あるんですけれど、ピンク色のブラシがソフトタイプ、柔らかいタイプのブラシになります。そしてこちらの紫色のブラシがハードタイプ、少し固めのブラシになります。どういうワンちゃんに使ってほしいのかっていうと、こちらのピンク色のブラシは毛が伸びるワンちゃん、カットが必要なワンちゃんで使ってください。で、逆にこちらの紫色の硬いブラシについては、毛を抜きたいワンちゃんですね、抜け毛がたくさん出るワンちゃん、例えば柴犬とかコーギーとか、そういうワンちゃんで使っていただけるのがいいと思います。使っていくとですね、先ほどのパルムアニモと比べると若干の刺激は感じますけど、全然痛いっていう感じはないですね。しっかりと長毛種、毛の長いワンちゃんたちの毛をほどけるんじゃないかなと思います。こちらはですね、やっぱちょっと硬いです。強く当てるとちょっと刺激になりますね。ちょっと痛いまではいかないですけど、刺激になるなって感じます。このスリッカーブラシと比べれば、全然刺激は少ないですね。ただね、これもね、ちょっとね、難点があるんですけど、ワンサイズだけなんですよ。手のひらサイズのこちらのサイズだけになるんですけれど、かなり小さいワンちゃんの場合、2キロ前後くらいとかのワンちゃんの場合だと、ちょっと細かい部分ですね、例えば脇の下とかお尻とか、そういう細かい部分では少し使いづらいかもしれません。超小型犬、2キロ前後のワンちゃんについては、最初に説明したパルムアニモ、こっちを使ってもらった方がいいんじゃないかなと思っています。ということで、今日は2種類のブラシを紹介しました。お家でのブラッシングに悩んでいる方はぜひ試してほしいなと思っています。それではまた次回の動画で。おつばうわう。バイバイ。